本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。コリュです。本日は、働く細胞第10話を視聴して、リアクションを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。では、いきます。三、二、一、五。いやー、今回、黄色ブドウ吸菌ですか。これ何回も、 うん、何回もこれは申し上げてますし、まあ、似たような言い方でこの件には触れてますけどキラー T 細胞というか T 細胞の生い立ちとかその育成過程においてどういうことがあるのかということを一旦ちらっと触れといて今のところも変わったんだな。 ちょっっとずつ変わっていくんだな一回触れたところをもう一度深く掘り下げて触れていくっていうことを T 細胞の時にやったんですけど今度は黄色ブドウ球菌かうんなんか本当に作品作りに関する使命感というか何を取り上げなきゃいけないかということがまずあってそこから構成が作られてる気がするな。 大丈夫なのこれもう慣れたんかなこ,これ <laughs> あでも前のとちょっと違う別のところかこんなところは何か所もあんの黄色ブドウ球菌ってね 前も出ましたよねっていうことを前も触れましたけど擦り傷の時に割と長い出番はあってでその時にもある程度どんなキャラクターとかどんな金っていうのは説明されましたけどまあ確かに言われてみるとあの時は雑菌軍団の棟梁みたいな感じで出てたんでまあ役目としては大きい敵側の主役みたいな感じで まあ印象には残るだろうし割と目立ってもいたんですが確かに黄色ブドウ球菌がどんな菌っていうことに関してはあの時特に説明なかったですよね。なんかこの画面作りというか彩食の仕方というか撮影の仕方なのかなすごく。 うーんベテラン感があるなあ。いや、あなたですよ。お前やーでしょ。そうなんですよ。だから構成の仕方とかもね、すごくこだわってるというか。 逆に考えてもしかしたらだけど後々大きく取り上げるんで先に慣らすというかこういうやつがいるっていうのを見せといた可能性もありますよね傷口から入ってくるの別に黄色ブドウ球菌がまあ確かに大変見慣れたというかまあ雑菌が侵入してくれば必ずその中にいるメジャーな菌ではあるけども あそこで主役で全面に出す必要は特になかったかもしれないですもんね他の最近がリーダーでもよかったんだから本当に先々のことまでよく考えて作ってありますねそういう前触れの演出ではまあ特に うん、かなり前々からそしてあんまり目立たせない目立たせない形ではあるけどもがん細胞は顕著でしたよね何回も出てるんですもんねそうでまあ確かに本当に日常にねどっこにでも存在するからね 思いっききり巻き込まれてんじゃん早速あれこの食中毒の時に出てきたのと似てる菌だけど違うなよく似てるけど違うだこうやって名前の出ない名前の出ない菌にもちゃんと元のモチーフがあるんだろうなっていう感じ その食中毒の時もそうだったけどあと何な,ならねすり傷の時に出てきた雑菌たちの中にも名前も説明も出ないんだけど割と機能的にはかなり詳細にというかある程度じ時間使ってそこそこ時間費やしてこういう特性のある細菌ですよっていうその特技が出てたりしてね あれも未だに気になってるんですよね。調べようか、一回。出なかった金名前の出なかった金が何金だったのか。お、探求さんだ。そっか、そうだそうだ。予告でね、予告をしてくれたんですよね、前回。一言も喋んなかったけど。赤血球が通訳してくれてましたけど、さあ探求さんはどういう血球なのかな あと、何気に探求さんがね、前回、あの、強線細胞の回で、訓練してるみんなの中に混ざって、なんか、裏方みたいな仕事してたりとかお、おなんか、白血球っぽい。<laughs> 動きに派手さはないけど、地味に強そうな攻撃だな。あの、訓練してるみんなのサポートしてたりとか、 あと合格者に拍手を送ったりしてくれててね何気にね目立たないんだけどなんかみんなのことを見守ってる感じがあってそれが今回どういう人なのか明かされるっていうのはちょっと楽しみではあったんですよね <laughs> 大丈夫ですもう終わってますねなんか今回 <laughs> 1> <laughs> 第1話以来の殺人鬼っぽいところが出てきたな白血球の探求さんさん付けでしょうねどういう人なのはい7%パーほうほう郵送するんだ単核でうん ほうそうなんだ白血球とどう違う <laughs> うん探求さんの得意技は何なんだろうな「腔音温泉」なんで うんああなるほど加湿するから温泉ってことああいやいちいちねそのなんていうんですかその体の中の仕組みとか体の部位の映像化世界観に変換するやり方がねうまいというかね結構ひねってありますよねそのままストトレートに なんか映像化するんじゃなくてだいぶお疲れですけど大丈夫ですか単核だから単球っていう名前になったのかな他の血球は核が複数あったりするのかなあ顔がこっち向いてえマスク取ってんのにマスクとマスクしてる時と同じ音だったけど。 顔はあれかなもしかして顔はずっと出ない感じですかおおこれもねあのー、そうで何気にありがたいのはね同じ説明が何回も出てくるから多少忘れたことがあっても安心して見てられるんですよね。この後あの説明がないとついていけないかなみたいな不安を感じずに見ていけるんで大変ありがたいです。普通だったらねくどいとか 言われる同じ説明は出さないみたいな判断もありえるんだけど本当に行く先々でねもう呪われてますよね。ほんと推理小説の探偵かっていうぐらいなんでこの,この人の行くところ行くところでこうやってトラブルが起きるんだん。<laughs> で何気にあの吹っ飛ばされる人たちがただの棒人形でね超雑に書いてあるっていうさあ来てましたねああらしいですねはいうんうんうんそうなんですよすごいですよねだから調理師とか 調理師の天敵というか調理師まあそんな天敵ってほど強くないけど調理師からしたらメジャーな敵ですよね黄色ブドウ球菌がまあ常に常にいるから制服もできないけど制圧もされないっていうそれは無理なんだなよっぽど免疫力弱ってるとかね炎症部がありゃ別だけど せいぜいぜ炎症部の周りに取り付くとか他の雑菌他の細菌と手を組んである程度数で押すことはできても結局はうん優勢に立つことはないよなだから数は多いし実に頻繁に出会う菌ではあるんだけどそんなに力はない ある意味雑魚だと思われて油断されているところもあるんだけどそれを今回こうやって一話まる使って取り上げるということはあんまり知られるところのない強みを持ってるんだろうな今回その何が出るのかそう一度は倒した敵ですまあそうなんだよそうなんだけどそう だから一度倒してるから今回はこちらが油断してる場合油断してる立場なんですよねうんあの時はこちらが不意をつかれて一旦劣勢に立ったんだけどもまあどういう倒し方をすればいいか把握してるんでさあ何が出てくるんだよく勉強してんだよね黄色ブドウ球菌って うん何、うん、<laughs> か魔法少女なのこれコロニーを作るのもしかしてあそういうことだったんですかなるほどね 単体でのデザインもブドウっぽいけどまさに今その姿形がこうやって特性の反映であったことがここで描写されるわけねなるほどこの房状にあキングスライムみたいなるほどそうやって強くなるのがらしいですね そこがどう一味違うのかが今回の見どころですがいやーそうかなるほどねだからブドウ球菌なんだねってことは他のブドウって名前がついてるおしゃべったしゃべったけどえこれ探究さんでそっかなる,なるほどなるほどなるほどこうやってブドウの房状に合体した黄色ブドウ球菌の パワーアップしたところが今回出てくるんだけどそれに対して探求さんが有,有効なんでしょう多分うーん <laughs> なるほど <laughs> 味の話 <laughs> そういう意味での味じゃまあいいんだけどいやでも合ってんのかこの場合はおうおーいやーかっけーなー まさかフィブリンをフィブリンをああそうだけどフィブリンはこいつらまさか自分たちを倒す兵器になったフィブリンをろかしやがったええ、すげえな黄色ブドウ球菌でそのとすんだ。 敵の兵器を露飼して自分たちが使うとは恐ろしい。フィブリンを利用して強膜とか、コロニーの膜みたいに使うの黄色ブドウ球菌が。へえやっぱ知らないことあるんだな黄色ブドウ球菌なんてね、まあ、そこら中に転がってる雑魚みたいな感じだったけど。 おオッケーうっ<え> <laughs> <laughs> そこ自分で言いたいのね。コアグレーゼいやーそうなんだうわすコアグラーゼねオッケー。 賛成する自分たちで作ってるってことうわーじゃあ取られたんじゃないんだ自分で生成できんだはあなるほどねまあこっちがこっちが武器としてもしくは防御に使うのに防具として有効なものはそれは敵も使うことあるわなって感じだなあれ <laughs> なんかポイって捨てたけど <laughs> なんかめっちゃすごい皮肉としてうまくて腹立つけど笑ってしまったあんなポイって捨てるんすかねああやって残されたものが他の金に使われたり義理の妹なんだ細かいなせっ,って別に妹でいいじゃん <laughs> はい詳細なまあ別にいいんだけどさまあそのぐらいたくさん増えるってことですよねさあ来ました探求さん探求さんの強みは何なんだろうねゴーストバスターズみたいさっき一瞬しゃべったのは本当に探求さん自身の声だったのだろうかねえ <laughs> 白血球たちとは <laughs> えこれさマークロファージさんじゃん完全にうんー <laughs> はい <laughs> いやいやこの顔してた視聴者めっちゃいると思うえーそうだったのだからよく一緒にいんのうわーマジかうわーすげえいや今回超すごいわめっちゃ面白いいやこれまでのエピソードの中でトップクラスに面白いな マクロファイさんですよねとか言うってあんたしてたでしょ義理の妹がうんへえまあある意味だけど <laughs> マクロファイさんの世の部ぶ仮の姿だったわけああバラバラになっちゃったよ ただでさえ不利だったのにバラバラになったらもう終わりじゃん <laughs> 怖<っ笑>いやもう完全に無理でしょう <laughs> <laughs> 優雅さんのかけらもないねまあ本当にね武器も全部鈍器だしね 誰よよりもパワー系ですよね力任せで。はあなるほどそういうことかこれの練習だったのかあれはかっこいい怖い面白いいやすごいわまあそうっすね <laughs> そりゃそうでしょうねいろいろねフレンズ 細胞によって得意なことは違うから <laughs> こんな間抜けな白血球は初めて見ましたねいやつい展開だなかっこいいしねいやたまんないわ本当に何なんだこの作品は本当に。 単にためになるだけじゃなくてもうそのためになる度でもここ数年で見たことないぐらい抜群なのに娯楽作品としても完成度というか構成力が突き抜けてるなそうですね すごいいやー今回すごいようんそう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 だってそうどこにでも出てきましたもんね骨髄の中にもいたし胸腺の中にもいたしいやーびっくりしたいやそりゃびっくりするわうんはあ やべえな今回これは派遣派遣言われるわまあ話題性とか爆発力とかあとリリース前に注目されてなかったからダークホースと呼ばれていてそういう方面で人気になったっていう。 そういう人気の獲得の仕方をしたから注目度も高い遊び遊ばせとは別の意味で派遣だなまさに正統派だなとなんかいろんな単にアニメだけじゃなくていろんな作品作りの参考になるというかお手本いやーすごい。 お見事ですわなんか格が違いますよね普通のいろんな娯楽作品とはやっぱりここのオープニングとかエンディングの字幕欲しいなないんですよね海外配信版では、まあ、他の字幕作りがすごく見事というかしっかりしてるから、まあ、そこまで求めるのは贅沢かなと思いますけど。 温暖化何あれなん、はああそうっすか熱中症っすかここで熱中症扱うまあ実は時期的にはすごく逃してましてねあの本当に今日からなんですけど今日とか534日からなんですけどすごく涼しくなったのか <laughs> 涼しくなったところではあるんでまあ時期的には逃してはいるんですけどまあ他に優先するテーマがあったんでしょう別にそんなあの時期合わせるために構成してるんじゃないからっていうのもありますけどいやー今回めっちゃめちゃ面白かったななんかもう呆きれるわここまで来るとどんだけ面白いんですかこの作品どこまでいくの、まあ、これピークでしょうけどすごいわこんなものを叩き出すなんてこれがうまいのはね逆にあのマクロファージさんの正体が 単球だなんてことは一切前触れがなくてただ単に一緒によくいますねっていう同じ免疫細胞だからあと活動領域とかもしかしたらね生まれた場所も一緒だからなのぐらいの生息しかできないんだけどいやーまさか同じ単同じ血球だったとはねあの2つの存在がマクロファージとはイコール単球でもあったとそらよく一緒にいますわ当たり前だわ 探究,がどういう探究がどういう機能を持ってるどういう得意技を持ってる結球なのかなぐらいしかそういう見方でしか今回興味なかったですけどまさかそんな隠された姿を持っているとはねでさっきあの字幕作りに関してやっぱオープニングエンディングもまあ贅沢ではあるんですけどやっあった方が特に前回オープニングがあったんでもし第1話からオープニングに字幕がついてればあの時 本領発揮ししたでしょうね字幕のまあでこれは他の作品でも申し上げたんですけど他の作品出たっけこれ出たっけ忘れましたけどその歌に字幕つけるかどうかというのはかなり悩ましいところでありまして実際に後で後でか同時かわかんないですけど海外でも配信されてでそれに字幕がついた時その字幕統ちが出たら困るみたいなね歌の字幕としてというかあのうん 英訳した歌詞、訳詞だけで出すときは、リリースされたときは、もっと練って、元の日本語での歌詞に忠実に訳すのか、それとも歌としてある程度、歌としての形に合わせて訳をするのかというところでも、いろいろ専門家の判断が入りますから、アニメのオープニング、エンディングとして歌があるときに、どういう詩にするのかというのは別の判断になりますから、そうすると、 役が違ってしまうということは起こるんで難しいんですよねあのアニメのリリースと同時にオープニングとエンディングの歌詞も訳詞を字幕でつけるかどうかというのは結構悩むでも邪心ちゃんではそれやってるんですよね、うん、不思議なやっぱり同時期にリリースされる作品でも配信会社とかその版権を買って放映権を獲得して自社で放映配信する会社の方針の違いによって微妙な違いが出ると でえー、っとまあ対別するといやいろんな作品がね海外配信されるようになってそうすると配信会社もいろいろになってくるもんだなと思ういうふうにも思うんですがそうすると意外なことにねあのよく使われてる字幕の付け方をしようじゃなくてそれぞれの会社が字幕の付け方に関しても特性を持ってまして例えば、まあ、これは私が勝手に言ってるんですけどよくあるクランチロール3方式の字幕は。 アニオタだと一番よく見慣れてる。で見慣れてるのが分かってるんでクランチオールさんの方でもかなりマニアックというか割と訓練されたアニオタでないとキャッチするの難しいぐらいの割と高めの球を投げてくるとだから画面内に表示されてるセリフ以外の文字に関してもその文字の上にもしくは文字のすぐそばにその画面に馴染むように色まで変えて丁寧に細かくいろんな情報を拾ってなるべく画面内に表示されてる情報を セリフで表されない情報も視聴者に伝えようとするとまあこのクランチロールさん方式がアーニョータ的には一番慣れててでまあ確かにオー,ソドックなオーソドックスなやり方から見ると邪道横髪破りでなんだあんなもんみたいなねでまあ最近は減ったみたいですけど昔は語訳もちょいちょいあったし所詮ファンサブを違法アップロードするために存在したサイトからの成り上がり者用みたいな感じで他の映像配信サイトからは割と下に見られてたんですが。 映画とかドラマとか主に配信配給している会社から見たらまあ小葉っぱがと我が像が生意気なそんな小賢しい小細工をして成り上がったみたいに見られてたんですけどまあアニメ配信の中ではもう今や完全になかなかそこらの戸ざまには口出,し口出しさせないぞぐらいのアニメ配信会の中ではなかなかの大名となったクランチロールさんの割ともういろいろ試行錯誤をしてたんでその中で 細かいところまでよく行き届いた、実に巧みなやり方ある、ある程度確立されたやり方があると。で、Amazon さんみたいな映画とかドラマの字幕の付け方、そういう方式での字幕の付け方があって、これはもう、字幕というのは、セリフを訳して画面の中に表示して視聴者に伝えるものであると。だ割とね、こっちはね、あのー、まあ、正当派にこだわるというか、うん、古典的なやり方にこだわってるというか、 他の映像作品とやり方が食いい違わないようにしてあるんですね。だから画面内の一番下のところになるべく表示してセリフだけを訳すとだから画面内に出てくる文字セリフ以外の文字表示に関してはほとんど訳さない最低限の訳をセリフとセリフの間にやっぱり同じ場所画面内の一番下の場所に表示するというアマゾンさん方式が邪ンちゃんだとでこの働く細胞はどこが ね、配信してるのか分かんないですけどこの働く細胞はまたねこれはこれですごく変わったというかおこういうスタイルでやるんだみたいな目を引くものがありまして働く細胞はですねアニメ本来のオリジナルフィッテージについていた本編元の素材についていた字幕を一回剥ぎ取るんですよで英訳した字幕を自分たちでつけるっていうねまたこれはこれでね凝ったところというかだから工程が違うんでしょうね普通のアニメ配信のやり方とは 他のクランチロール3方式とか a m a z o n 方式の字幕の付け方だともう字幕貼り付けあの日本語配信版のオリジナルの作品オリジナルの素材でももう字幕付いちゃってるんでその字幕日本語字幕なら日本語字幕とかあの画面内の文字説明の文字とかも付いたまんまもらって 受け取ってでその上に自分たちで字幕を書き込む方式なんですけどこの働く細胞の字幕に関しては字幕をつける前の素材を一旦受け取って日本語での字幕を取り外して英訳した字幕を自分たちでつけると変わったことをするなぁとだからすごくねあの 映像作品としての完成度はものすごく上がるんですよ、そうすると。やっぱもともと字幕というか、あの、日本語で文字が書かれてたところに字幕を貼り付けたり、日本語で書かれた文字に関して、セリフの間に字幕を付けるというやり方だと、やっぱりね、被ったりとか、説明不足だったりとか、あの、違約をして省略しないと時間内に収まらないみたいなことがあるんで、まあ、格好は悪いですよね。うん。 がたついて見えるしたなんだけどもうあたかもこの働く細胞だともう配信向けというかもう最初から英語で作られているかのようなまあ音声は完全に日本語なんですけどそうやってもう海外配信する英訳字幕をつけて海外配信をするのを前提でもう制作工程が組まれているという。 じゃなないいいいととこういううけ方はできないというね。だから本当にね海外配信も見越して作ってあるし今後どういう展開をしていくかっていうことまで考えて作ってあるねすごく戦略的に大局観を持って作ってあるだからこの、まあ、構成もそうなんだけど、まあ、構成とその展開は展開はもう完全に別の部署別の人がやってるんでしょうけど構成に関しても先々の話の展開を考えて作ってあるしで その作品としての展開の仕方をどうするかというときに海外配信はこうするっていうそうした方が早いとか伝わりやすいとかちゃんとした完成度の高い作品になるということを見越して遡って元々の工程をどう作るかというところまで考えている人がいてでその人の方針がしっかりと徹底されてるとだから作品の内容自体もすごいんだけどその作り方も作品の構成の仕方もすごいし。 それを展開していくやり方に関しても実によく考えられているとそんなところまですごいどこまですごいんだこの作品は <laughs> 内容だけじゃなくてねそんなすごいところまでたくさんあるとでまあそこまでできてる作品にさらに注文をつけるのはまあ贅沢なのは分かってますけどで繰り返しになりますけどやっぱりオープニングエンディングにもカリノディから字幕欲しかったっすねまあでもそれは後で本当に歌せ歌専用の 訳詞が作られた時に違いが出るとまずいという、やっぱそこもちゃんと一貫性がないといけないという判断の方が重視されたんでしょう。まあそんな感じでね、あのー、字幕作りに関してはいろんなやり方があると。で、まあ今期私が見てる作品の中だと、遊び遊ばせと千代ちゃんはかなり似通った字幕作りの方針で作られていますよと。まあ日本語を訳すんでいろいろ難しいところがあるんですけど。 この働く細胞に関しては字幕作りに関しても相当なウェイトを占めてましてあんなやり方するとねだからもうできちゃったものを受け取って缶化けを受け取ってそこに字幕英語字幕を貼り付けりゃ早いしねあの字幕付け忘れみたいなミスも起こりにくいんだけどそうはしないそこで一手間一手間じゃ済まないよなこんだけの手間だとそこにかなりのコースコストを割いてでも字幕を付けた状態で納品しても既存のアニメ作品とは 頭一つ二つ二抜けだからあのまあするとに細かいことでねあのそんなことはどう訳されているかに興味持っている人間しか知ったことじゃないよって話なんだけど一応まあ申し上げておきますと発見したところ「さん」付け「ちゃん」付けあるでしょで今回もあの探求に対して白血球が「さん」付けしたんで白血球から見ても探求さんっていうのは 一目置いている存在なんだなっていう微妙なニュアンスが伝わったりするじゃないですか。でもあの働く細胞ではそこあのさん付けちゃん付けはされないですね。他の作品だとねもう特に近年はですけどさん付けちゃん付けであのお兄ちゃんお姉ちゃんとかのその単語の中で関係性がわかる一単語の中で自分セリフを発している主体とそのセリフが向けられている客体でのどういう まあ微妙な差なんですけど、どういう関係性、どういう相関になっているかという人間関係も一言で説明される要素があるんで、そこを切り落とすのか、そこも含めて視聴者がある程度訓練されていることを信頼して、そこも訳すのか、訳すというか、そこまでも字幕に含めるのかどうかは、割とね、作品によって判断が揺らぐところですけど、さん付け、ちゃん付けをするかどうか、お兄ちゃん、お姉ちゃんをオールドシスターとか、ビッグシスターとか、 ビッグブラザーとかリトルブラ,ブラザーとかキッドブラザーとかにするかどうかに関しても作品によって割とそれぞれの方針が違うんですけどだから働く細胞では継承はほぼ出てこないです。さん付けちゃん付けもされないと。でその中でも唯一日本語をそのまま相手に対するあの多少として損傷として使われているのが先輩なんですよね。 先輩だけはねああのまあ、難しいよくあのね翻訳家泣かせの単語はもうそれこそねあの海外のアニメ配信会社から仕事を請け負って翻訳の仕事をしてる人が知り合いに行ってでその人から苦情を持ち込まれたことがあるんですけど日本語のね役に翻訳家泣かせの単語が多すぎるとその構文とか表現の多様さもだけでも相当苦労するのにあの単語はなんとかならんのかと。 もちろんそんな今更どうにもならんよって話なんだけどあの日本語の単語がね翻訳家泣かせんならもう翻訳家殺しだとでその中でもよくこんなもんどうすんのと取り扱いに困る単語の一つでよく挙げられるのは先輩ですねお兄ちゃんお姉ちゃんとかまあなんとかなると長くしてビッグブラザービッグシスターオールドシスターとかにす,すりゃいいんだけど先輩だけはどうにもならん訳すとあのニュアンスが失われるし ニュアンスを伝えようとするとめちゃめちゃ長くなって困る。で、だからトランスレターズノートを使うとかね、あの、そのシリーズでの注意書きに入れてもらうとか、もしくはもう丸投げというか、もう、お前らならこのぐらいわかるだろうと、わかってくれという相手の力量を信じて、先輩というローマ字で書いたものを投げつけるしかないと。なんで毎回困るらしいんですけど、まあ、で、説明がなくなりましたけど、ことごとく日本語を完全に、あの、 日本語からの輸入語を使わずに訳されている働く細胞の字幕なんですけども唯一先輩だけは日本語をそのまま輸入して使っておりますだからこれは可能な限り日本語からの直輸入語を使わずに訳すという方針を方針で統一して作品作りをしている働く細胞においてすらこの先輩という単語はいかんともしがたかったんだろうなというそんな推測ができるというかね相変わらずこの単語は強敵だぜとそんなことをねあのリアクション動画と一緒に見てると 思いました、ねまあでアニメリアクションをしてるような人はあとあのこのアニメの感想をフォーチャンとかに集まっていろいろみんなで語り合ったりしてるような連中はもうそんなもんどんどこですから余裕ですから日本語のその日本語独特の呼び方とかに関してなんてもうお茶の子さいさいですからもうほとんど無意識のレベルで理解してますんで何だったら日本語の故障でさらにその日本語の故障の略称までね しししっかりり把握したりしますねまあそんな感じでね字幕作り字幕付けのお話がだいぶ長くなりましたけどだからこの英訳の仕方とかじゃあその英訳の仕方とその英訳した字幕を画面内にどう入れるのか内容と見せ方がねこうやって配信会社が増えてくるといろんなやり方が見えてきたりして大変興味深いんですよねそういうところも。もちろん映像作品なんでたかがセリフだって セリフを読みながらら見てもらうわけにいかななないいいんで画面内に表示しなきゃいけないとだからセリフとか文字も映像作品として素材の一つとして取りまとめる時にどうすべきかみたいなことをみんなすごく考えていてねでそれぞれ、うん、こうすればもっと楽しいこうすればもっと伝わるこうすればもっと繰り返し見てもらったり細かいところを調べたりして作品見終わった後の楽し,みも楽しみにもつなげられるみたいなことをみんないろいろ考えてるんでしょうね。 エンターテインメント業界に携わるいろんな職人たちのね、こう思ったのかなとか、こうな、こういうふうに悩んだのかなとかね、いろんなものが垣間見えて、本当にそういうところもこだわってみると面白いんですよね。まあそんなところ、本当に本編とは関係ない脇のところなんですけど、まあ掘れば掘るほどそういういろんな楽しみがあるのがアニメというものでございます。やっぱね、そのアニメというものが海外でどう受け止められているか、どう楽しまれているかというところを、もうずっと興味を持って、 いろいろな反応を見たりいろいろ調べたりしてるとまあそんな風に面白くて止まらんという感じでございますねもうなんかね字幕の話が長くなりすぎてもう字幕とか英訳の話が長くなりすぎて本編どこ行ったんだって感じですけどでも働く細胞これもねあの働く細胞という作品の個性特性がそういうところをいろいろ考えさせるものを持っているということでございますで前回の振り返りですけど、まあ、前回はもう振り返ったってねいやとにかく そうああそうかとあのせこれももう申し上げたんですけど赤画球と骨髄球の時も思ったんですけどああやってどうやって育つかに関しては本当に全然知識がないんで前回めちゃめちゃ面白かったですね。そうかかで育つのかとかねそれが狭線がサイマスだからサイマスの T を取ってあそこで育った細胞には T 細胞っていう名前が何かしらの形でつけられているんだと。ということは T がついてる細胞はみんな仲間なんだみたいなことが分かるっていうね。 めっっちゃ面白かったであの、基本ストーリーとしてはもうほとんどあの、何でしょうね熱血軍人物語みたいな感じでねやっぱ自衛隊の訓練とか自衛隊のレンジャー家庭の話を思い出したりとかだ誰だっけごめんなさい名前忘れちゃったけど杉山隆夫さんのねあの、分厚いな本当に1冊ずつが本当にもう杉山隆夫さんの「兵士シリーズ」とかね読んではあ大変だなと。 いつも本当に先森としてこんだけ荷物全うするにはこんだけの訓練があるんだなというところに感動し,な感動したりしながら読んでいたあの時の記憶が蘇ってきたりとかあと友情物語だったりねああやってちょくちょく角付き合っているように見える2人のヘルパー T 指令とキラー T の2人の間にもああいう過去があってでお互いしのぎを削ったり助け合ったり。 励ましあったり嫉妬激励しあったりした過去の熱い友情の話があったりするんだなぁと思うとねたまんないっすね、うん。だから人物もすごくよく描けてるしストーリーもすごくいいし一つ一つのエピソードもすごく完成度が高くユーモアのセンスも抜群って何なんですかこの作品も本当に思い返すためにね怖いっすね。 もうベテランを集めて作ってるんじゃないかという感じがします。でもまあ映像に関してはもう火の打ちどころがないんで今更もう何も言うことないみたいな感じですわ。で今回を簡単に振り返っておきますとでも今回もねもうハイライトがすごすぎてね今回のハイライトは何と言ったってもう探求さんってどんな 力を持ってるのどんな能力を持ってるのみたいな方面からしか興味を持っていなかったところまあそっちでもだいぶ興味ね強く持ってたんですけど興味深く伺っていたんですがまさかその正体がマクロファージさんっていうのがね衝撃これはすごいですねもう脱帽ですわもう完,完膚なきまでに意表をつかれましたねあそこがハイライトですねまあ今回の今回の話の振り返りはえー、一旦 みんなの感想とかリアクションを見てから次回の本編終了後にでもちゃんとやりたいと思いますがなんと言ってもどぎもを抜かれたのはそこですねあとはまあそれだけでも本来だったらねすごく驚く要素だったはずの黄色ブドウ球菌の再登場とかその能力の詳細な説明とか隠された必殺技とかね強い部分があったりとかこのフィブリンを敵も使うのかみたいなところはねこれは そこらに転がってたとか、結晶板が持っていたものをかっぱらって逆用した、露飼したんじゃなくて、自分たちで作れるんですね。そんな機能あんの王将九分球菌に。私、ちゃんと説明見てなかったんですかね。もう一回、うん、確認を念頭に置きながら再視聴しようと思いますが、まあ、そんなね、探求さんの正体以外でも、驚くべき要素、面白い要素がたくさんあったんですが、あれで全部、それをさらに上回る。 驚きをね、まだ隠し持ってるなんてすごいですね。だからこの後もう熱中症だって、熱中症なんてさ、だって、そういえばあれですね、あの、熱中症対策の啓蒙ポスターかなんか、啓蒙キャンペーンかなんかに、門を開くキャンペーンかなんかにね、厚生労働省が働く細胞のキャラ使ってましたね。白血球は少なくとも使ってましたね。体の内側からのお願いですって言って。 水分塩分塩のこまめな摂取をっってて白球が言ってる熱中症対策のキャンペーンに厚生労働省が使ってましたね。なのか。っていうぐらい熱中症なんてもう研究され尽くされてるしああやって対策のためにいろんな広報とか対策の周知徹底とかがされ尽くされてるされ尽くされてるはずなんですけどそれを改めてもう一回取り扱うの。今回の黄色ブドウ吸気みたいにに日常的に 戦っている脅威だと思っていてもやっぱり意外な要素がまだまだ知らなければいけない要素があったり隠されていたりするのと同じように熱中症に何かあるんですかまだわからない知られていないことがあったら怖いわ。ね。でもなんかあの金っぽいやついましたよね敵っぽいやつ。 熱中症と菌。熱中症と、あれは菌かウイルスか知らないですけど、熱中症と体内、体内に侵入してくる敵って何か関係あんのそれとも、熱中症で弱ってるときは、こいつにやられやすいから気をつけようみたいな熱中症と関連する外敵がいたりするんですかねなんかそんなところも気になるけどな。なんなんですかね熱中症。うん。まあ予想したって、どうせわかんないでしょ今回のね、黄色ブドウ球菌は再登場の意外性で、 そっちがメインになると思ったらまさか探求さんの方がね、メインというか、そっちの驚きの方が大きいみたいなことがあったりして、見事に翻弄されてますんで。まあでも、前は前はそうなんですよね。働く細胞はね。そうだったのか、みたいな。面白い。これはネタバレに、でもね、言っちゃうとネタバレになるからあれなんだけど、いやー、言いたいですね。うん。こんなすごいことあるんだよ、みたいな。まあそういうのもあってね、視聴者も増えてるみたいですし、今回も大変、凄まじい完成度の作品でもう、 で、いろいろね、あの、変なところに気を取られて、この本編視聴中におろそか、その集中がおろそかにならないようにいろんな配慮もしたったりする。力が強いだけじゃなくて、配慮の行き届いた作品でもあるということで。まあ、今回も100点満点の面白さでしたね。面白さだけでも100点満点なんだけど、いろんな細かいところとかにも信念やこだわりが感じられて、そういう意味でも敬服せざるを得ない。そんな感じの今回の働く細胞第10話でした。お付き合いいただいた皆さん。 ありがとうございました。また次回でお会いしたいと思います。それではまた。